どうもみさん、こんにちは。レック専任講師の豊岡と申します。それではですね、これより宅建のアドバンテージが生きる不動産鑑定士というタイトルのガイダンスを始めさせていただきます。こちらですね、ちょっと頭くる、ね、で早速ではあるんですけども、ちょっとこちらの問題ちょっとやってみてください。こちらです。これね、一応タイトルにも上がってますけども、平成29年今年度ですね、担当本試験、担当本試験っていうのはこの不動産鑑定士の一次試験です。一次試験、ね、の一科目である行政法規の問いの17番、問題17番、建築基準法が出たんですけども、ちょっとこれね、やってみてほしいんですね。で今回のこの動画ご覧になられている方の多くの方はね、おそらく宅建を受けたことがある方じゃないかと思うんですよ。で実際ね、実際ちょっとこれをやってみていただきたいんですね。でいきますよ。よいしょ。建築基準法に関する次の記述のうち正しいものはどれかとね、1,2,3,4,5と、これ宅建ですと1問4択ですね。この不動産鑑定士の担当式試験の場合には5択です。1個足がね多いですけども、これいかがでしょう。これ足の1番ですね、足の1番見て、どうかなと。で足の2番、これを見て、これもなんかちょっとどうかなと。でも次の足の3番ですね、足の3番をちょっとご覧になってみてください。防火地域内150平方メートル耐火建築物、やりましたね、やりましたね。防火地域内で100平方メートルを超える、100平方メートル超、ね、の建物については耐火建築物としなければならない、ね、100平方メートル超で、本門は150平方メートルですから耐火建築物にしなくてはいけないということです。したがってこの足の3番が正しくて正解しになります。いかがでしょう。宅建の既存の知識だけでこの問いの17番解けましたね、解けました、ね、全く新たに、ね、知識を仕入れる必要なく既存の知識だけです。これで1問解けちゃうんですよ。これが鑑定士の担当本試験の行政法規です、ね、でまたこれね、本当に他にもね、ちょこちょこと細かいこういうね、足はあるけども、基本的なこういう知識やっぱり宅建で勉強されてるんですよ。その意味でね、ごめんなさい、ちょっと隠れますね。宅建で学習済みということなんですよね。こちら、じゃあ次です。もう一問ちょっとね、ちょっとチャレンジしてほしいんですよ。こちらです。こちらタイトル見ていただきますと、こちらも平成29年今年度ですね、論文です。これは二次試験です。不動産鑑定士の二次試験、論文本試験の問題なんですね。で科目が民法です。で第2問のね、毎年2問出ますんで、これ第2問目です。第2問目の設問1、ね、これ問題文ちょっと私の方で要約をいたしました。ちょっとこの問題文お読みになってみてください。いかがでしょう。いきますよ、これも。で A は B に公土地の賃貸に関する代理権を与えた、ね、賃貸借やってきたよ、ね、賃貸借で契約したよ、ね、この賃貸借の契約結んでね。ところがこの頼まれた B は A に無断で A の代理人と称して C との間で公土地をどうしたか、 C に売っちゃったんですね。売却する旨の契約を結んだということです。これね、もともとこの A は B にね、ここですね、公土地の賃貸、ね、に関する代理権を与えたと。で賃貸借契約を結ぶその代理権を与えたのに、こともあろうにその頼まれた B が C との間で売買です。売買ってことは賃貸借の権限を与えられたんだけども、それを超えて売買をやってる、
これも宅建の権利関係でやりましたね。何でした？これ、代理人が権限を超えちゃった、権限を超えて代理行為やった、これいわゆる表権代理、表権代理が問題となる事例ですね。こんなのが実際鑑定士の論文で出てんですよ、ね、でこれちょっと改めて、ね、ちょっと図で見ていきたいと思いますけども、 A さんがいました。で、こう土地を持ってて、ね、登記も備えていました。で、 B さんに、ちょっとこいつニス悪いですね、この高土地の賃貸借ですね、賃貸借契約を結んできてね、この代理権を付与した、ね、で C さんにこともあろうにね、売っちゃったんですよ、この高土地をね、高土地を。でこの場合ね、ちょっと正確にね見ておきますと、これ B はあくまでも賃貸借の代理権を付与されているにもかかわらず、ここね、ここ売却をやってるってことでね、本来 B さんには売却をする権限はないということで、 B は無権代理人です。いいですね。まずこれが前提ね、前提ね、この売る権利まではないね。したがってこの高土地を C に売却した行為は無権代理になります。するとどうでした？無権代理の場合はこの相手方 C は権利は取得できなかった、これが大前提です、大前提です。よろしいですね。でも例外的にいわゆる表権代理、表権代理と言われているものが成立すれば、ね、C さんは権利を取得することができた。で、見ていただくと、まずこれね、A さんがこの B に賃貸借の代理権は与えた、付与した。で、それを超えて売っちゃった、ここね、売却しちゃった。だからこの相手方 C さんが善意無価質、やりましたね、これもね、宅建でね、善意無価質。善意ってどういうこと？これ、善意って知らない、ね、善意は知らない。ここでは何を知らないってこと？これ B が売却する権限までは持ってないってこと、これを知らなかった、知らなかった、ね、で無価質、知らないことに落ち度もない、ね、これを善意無価質って言いましたね。で、善意無価質なら表権代理が成立するんだった、やりましたね。で、この場合は A に対して高土地の所有権移転登記と、あと引き渡し、高土地を引き渡せ、これを請求することができるんでしたね。やりましたね、宅建で。これ論文の問題なんですよ。これも実は宅建で勉強した既存の知識でね、十分考えることができる。もちろん論文だから、あとはね、実際にこうペンを走らせて、ね、文章にするっていう、その辺のねトレーニングはもちろん必要になってきますけど、前提の知識はもう宅建でもう勉強済みなんですよ、これです、ね、でちょっと確認でね、ちょっとこちら、この不動産鑑定士になるには当然試験に受かんなきゃいけない、この不動産鑑定士試験ですね。で、一次が担当式です、これマークシート、さっきもちょっと言いましたけど、宅建が4択でしたね。こちらの不動産鑑定士の担当式試験は5択、1個足が多いです、ね、でもマークシート、マークシートで合格率がね、これ今年ですね、平成29年がご覧の通り 32.5%、ね、したがって3人に1人ですね、3人に1人が通っていく。で、実際これね、このこちらね、大体例年一定してるんですよ、この一次の担当式試験ですけど、だいたい 30% くらいで合格率が例年一定してます。だから3人に1人通っていく。で、単純に数字だけを比較すると、皆さん宅建の合格率ってどれくらいでした？宅建も合格率はだいたい例年一定してるんですよ、だいたい 15% から 17%、ね、で単純に比較するとこちら担当試験の方が、
まあ、優しいって言うとちょっとね、まあ、単純に数字だけ比較すると明らかにこちらの方が合格率は高い。宅建の倍ぐらいあるでしょ。これが担当なんですよ。ね。で、さらに、この1次の担当に受かると、続いて今度2次の論文式試験、ね、こちらに進みます。で、合格率がこれは昨年です。平成28年、まだね、平成29年、今年度の合格発表まだ迎えてませんので、ね、ここは一応去年のデータをお載せしました。14.5%、14.5%。で、これもね、あ、ちょっとごめんなさい、ちょっと隠れちゃいましたけども、これもね、宅建が15%から17%であることからすると、極端に低いわけではない。もっと言うと、合格率が1桁、ね、5%とか6%とかいう国家試験って他にいくらでもあるんですよ。ある。ね。だからそれと比べてみても、決してこの2次のね、いわば天王山とは一応言われてますけど、この論文試験が特段際立って難しいわけじゃないと、そういうことが言えますね。この二次試験に受かると、その後この実務修習っていうのをやります、ね、で、最終的に登録をすると晴れて不動産鑑定士になるということなんですね。で、この担当式試験、これ1次の担当と2次の論文、この2つから成り立ってるんですけども、ね、先ほどからご覧いただいてますように、宅建でやった知識がね、本当にね、この2つとも担当に対しても、ね、論文に対しても生かすことができるんですね。で、ちょっとこちらをご覧ください。これ、宅建で学習した科目です。権利関係、宅建業法、法令上の制限、ね、この時に都市計画法だとか建築基準法だとか勉強しましたね。あと税法、あと不動産、ね、鑑定評価基準、これ実はやってるんですよ。やってる、ね、3つの鑑定評価の手法と4つの価格ってやってますよね。ね。で、こちら、右側は不動産鑑定士試験の受験科目で、この権利関係の知識はこの論文のね、2次の論文の民法に生かすことができるんですよ。で、宅建業法は1次の担当の行政法規で出ます。宅建業法出ます。で、あと、さっきも言いましたが、都市計画法だとか建築基準法だとか、ね、農地法だとか、こういう法令上の制限、これもやっぱり丸々この1次の担当の行政法規に生かすことができるんですよ。で、税法、これもそうです。行政法規で出ますから、ね、で、さらには一番下の鑑定評価基準、これこそがまさに、ね、担当でも論文でも出るこの鑑定理論そのものなんですよ。当然、このね、宅建でやったこの鑑定評価基準、これは当然ね、理論的に掘り下げてもっと専門的に勉強しますけど、ね、一応宅建でも一応、まあ、かじってはいるわけですよ。これです。だから、ほとんどこの鑑定士試験に生かすことができるんですよ。したがって、もうこれですね、結論。宅建で勉強したことのほとんど鑑定士試験で使えるよってこと。ね。これだけ、なんていうんですかね、使える資格試験、宅建からね、使える資格試験も珍しいです。で、ちょっとこちら。ね、ちょっと一つだけ今回ね、これ取り上げたんですけど、1次の担当式試験の合格者の平均学習時間をちょっとね、ここにお載せしました。で、これ黒い方、これ一般の方っていうのは、これ要するに宅建を受けたことがない方です。宅建を受けたことがない方、ね、これが一般の方って形で表示しました。だいたい1次の担当については500時間ぐらいかかってます。一次の担当ね、これ受かった方たちの大体ね、アンケート見るとだいたい平均500時間ぐらいで、それに対して、このすぐ下ご覧ください。宅建受験者はなんと400時間なんですよ。100時間ぐらいね、これ短縮できるんですよ。短縮できる。で、さらには一番下、ちょっと丸括弧の中に向けといたんですけども、中にはね、300時間ぐらい、宅建受けた方ね、もちろん宅建受験者ですよ、300時間ぐらいで受かってっちゃう方もいるんですよ。いるの。まあ、実際本当にね、宅建でやった知識、もうほとんど鑑定士で、こちらね、載っけましたけど、これ使えますんで、だから本当に学習時間が短縮できるということですね、これは。まあ、こんだけね、本当に宅建の知識、勉強した知識をね、活かせる国家試験も珍しいと思います。ね、一応以上になります。ね、
で、もしですね、皆さんの方で、よいしょ、さらにね、ちょっと興味持ったなっていう方は、こちら、レックのホームページをご覧になってみてください。ね、じゃあ、以上で終わります。どうも最後までご覧いただきましてありがとうございました。